カサネ、例の渡月の残党から連絡が来たの。比叡の山中のある座標に行けと指示されたわ。おびき出して情報を探ってみるつもりよ。一緒に来てもらってもいいかしら。ええ、もちろん。でも私たち二人なら、おびき出したらそのまま倒して捕まえる方が手っ取り早いんじゃない？それは向こうの出方次第ね。まずは指示された場所へ行って姿を現すのを待ちましょう。分かったわ。比叡野さんに向かいましょう。指示された座標はもう少し先よ。このまま進みましょう。やるか。許可お願い。お手並み拝見だな。
お手並み拝見だな。サポートしてやるか。みたいね。いいえ、まだよ。そこにいるのは分かっているわ。こっちに出てきたらどう？くっ、捕まえる準備ができていなければわざわざ声をかけたりしないわ。さて、それじゃあ話を聞かせてもらいましょうか。どうやらここに来ているのはあなた一人みたいね。その顔、京香と同じ。予想していたことではあるけど、やっぱりあなたもデザインチルドレンの一人なのね。言っておくけど、たとえポープ博士の脳科学技術でもベイブのデータ復旧は不可能よ。無駄骨だったわね。占領だな。どういう意味？この状況で強気に出るのは得策ではないと思うけれど。必要なのは技術や知識ではない。お前の脳そのものだ。
ポープ博士の記憶を持つただ一つの脳。そういうこと。私の脳を使って新しいベイブを建造するつもりだったのね。え？ベイブはあらゆる事態を想定し対処するための無数の計画を用意していた。今の状況もその一つに過ぎない。本体の機能が損なわれた場合はスペアを使用する。我々トゲツはその計画を忠実に遂行するだけだ。あなたをかわいそうに思うわ。もう命令する者もいないのに、他に生き方も知らず、行く場所もなく、与えられた命令をただ実行することしかできなかったのね。かわいそうなのは自分の方だろ。何ですって。崇高な目的に従っている限り、私は迷いも不安もなく、常に幸福なまま生きていられる。それに比べてお前はどうだ。目的を失い、存在価値を失い、不安に怯えて毎日を生きるしかない。私たちの話を聞いていたの？聞かずともわかる。私とお前は同じ価値のない命だ。ただトゲツだけが我々に価値を与えてくれる。違うわ、それは。私は強化、危ない。強化とあなたは同じじゃない。あなたはただの操り人形よ。不安や迷いなら私にだってあるわ。だけどあなたみたいにただ利用されて生きるくらいなら、不安を抱えながらでも自分の足で生きる方がずっと価値があるに決まってる。重ね、ザレ事を重ねようとお前の本質は変わらない。お前自身が一番よく知っているはずだ。そうね、分かっているわ。私はきっとこれからも不安に怯えて震えながら生きていくんでしょう。でもそれでいいの。重ねのおかげで気づけたわ。この不安は私が操り糸を断ち切った証なのね。私はもう自分の足で歩き出した。ポープ博士の記憶があろうとなかろうと、私は私なの。自らの意志で未来を選んだ時から、私は強化という一人の人間になったんだわ。彼女の身柄はスオーの叱るべき相手に引き渡したわ。トゲツ残党のことは政府に任せましょう。さて、これでやっと心配事が一つ片付いたわね。強化、気分はどう？私はやっぱり不安ね。でも嫌な気分ではないわ。この不安も私の一部だって分かったから。重ね、この間の占い師のこと覚えている？長い列に並んだことなら覚えているわ。あんな風に占いが繁盛するのはきっと誰でも未来への不安があるからなんでしょうね。そういうものなのかしら？そういうものなのよ。不安と付き合いながらみんな少しずつ前に進んでいくんだわ。さ、私も自分の未来を占ってもらわなくちゃ。今度こそ一緒に行きましょうね。つまりまたあの長い列に並ぶのね。でも強化が元気になってよかったわ。私は今まで教官として上司としてあなたを導く立場だったわ。でも今はあなたがリーダーとして私の先に立っている。感慨深いわ。いつか私も重ねの巣立ちを見送る日が来るのかしら。そこまで考えるのは気が早いと思うわ。強化のことまだまだ頼りにしているから。
知るほど好きになるの。誤解を恐れずに言うと、かなり大好きよ。私も京香のことは好きよ。特に誰からも何も誤解されないと思う。相変わらず見事なグデアラっぷりね。お褒めに預かり強烈至極。母さんには相変わらずきっちりしてて息苦しそうだな。褒めてるのよね、それ。どうもありがとう。それで最近吹雪連隊長との仲はどう？なんであいつが出てくるんだ？行方不明になった吹雪連隊長を助けに行ったでしょ。超能力をフル稼働して探し回ったくせに忘れたの？そんなこともあったかな。こう日々いろいろあってはさまつなことなど覚えていられなくてね。ま、生きているとは思うよ。それは何よりね。いつも通り。結局嵐は嵐か。カサネ、姉さんの様子はどうだ？何かおかしなことはないか？いいえ、何かあったんですか？今朝突然、おはようとメッセージが入っていたんだよ。こんなことは物心ついてから初めてなんだ。もしかしたら何かの暗号か、そちらで問題でも起こったのかと思ってね。異常はありませんし、嵐はいつも通りに見えます。今もソファーでくつろいでいますから。サボってるんだね。でもよかった、安心したよ。すまないが、何か変わったことがあったら連絡を頼む。吹雪連隊長も心配しようね。でも一応確認しておこうかしら。嵐、ちょっといい？外へ出て町の方まで食事に行かない？外？外なんて、まあたまにはいいか。で、どこへ行く？本当に変だわ。吹雪がそんなことを？失礼なやつだな。重ねも石膏をよろしく使われたことに怒りたまえ。大げさね。文句があるならまたメッセージを送ったら？それにしてもどういう心境の変化？弟への連絡もそうだし、食事の誘いにも乗ってくるし。言っただろ、無駄は嫌いだが悪じゃないって。もう少し生き方を微調整してもいい気がしたのさ。私自身のバージョンアップみたいなものかな。重ねの髪飾りも、ナオミの料理の話も、それにあいつの手紙も、私が今まで無駄だと切り捨ててきたものの中に悪くないものが混じってたんじゃないかと思ったんだよ。嵐バージョン1は欠陥が多かった。バージョン2は長く稼働してたが改善点が見えた。つまり今は嵐バージョン 2.1 の稼働テスト中、オープンベータ期間というわけさ。何よそれ、分かりにくいわね。でも嵐バージョン 2.1 も悪くないわ。そうか、フィードバックは受け取った。今後の参考にさせてもらうよ。さあ、食事も終えたし気力は十分だ。それじゃあ私は寝る。そこで仕事をするって言わないあたりがバージョン2ベースって感じね。そう簡単にあれこれ変えるとエラーが出るからね。バージョンアップは少しずつだよ。あの手紙はもしかして、やっぱりあの時捨てたはずなのに。初めての思い出の品ね。嵐バージョン 2.1、 結構な大型アップデートじゃない？
物資反応を見つけた。怪物軍人タロウ、常に出撃準備は整えているぞ。シレン君、そこそこイケメンだからツンケンしないで、もちっとソフトに生きたら女の子にモテるんでねえよ。何を偉そうに。カゲロウだってなかなかの頻度でつぐみに冷たくされてるだろ。つぐみちゃんは特別、俺たちはあれでいいの。それに俺、割とマジで女の子たちにはモテる方よ。シレン君と違って。僕はモテるとかモテないとかそういう次元では生きてないんだ。
率が低いようだね。私のところに嵐宛てのメッセージが伝送されてきてるんだけど。ファンレターだよ。代わりに対応しておいてくれないか。強化は面倒見がいいから苦にならないだろう。ファンレターの返事を他人に書かせようっていうの？それって人としてどうなの？嵐、目的もなく透明化するのも楽しいもんだぜ。いつでも前線に出られるように日々の鍛錬は欠かしていませんよ。
超能力だけど相乗効果ってあるよな。連隊長は私生活ではどんな感じなんだ？あれは真面目すぎる。世のため人のために生きる病だな。試練は心身ともにそんな退屈な大人にはなるなよ。僕たちは合法チルドレンなんだから、歪化剤で心はともかく体の成長は抑制されるさ。海抜群にいる限りはな。
いいじゃないの。とってもシリさんだわ。
に来な。